吉田さんチャンネル登録300万人とか行くと多分300万じゃなくても10万でも50万でもそうなんですけどある程度資産ができたら YouTube めんどくせえなと思って成功したのにやめていく人いるでしょうね100万人超えたけどやめていく人とか特に問題はないけどもなんかもう,もうお金十分稼いだからみたいな感じでねやめていく人いるでしょうねそうなるとね 成功できてないけどもやめていく人が多数いる中で、成功したんだけどやめていく、成功したからこそやめていく人もいて、結局ずっとチャンスがあるなと思うんですよ。そのチャンネル登録300万人行く人とか500万人行く人がいるとして、例えばね、弱小 YouTuber が、なぜチャンネルく、チャンネル登録300人行ったのか、私なりに工作つつしますみたいな動画をずっと作り続けたら、これはこれでアクセス稼げるような気がするんですけどね。だから成功者がいるっていうのは、 実は次の成功者を呼び,込みた呼び込みやすいんじゃないかなと思いますよ。もう地図が成功地図があるわけですから。だから10年前に YouTube 始めた人ってそれが何もなかったんで先行して利益といえば先行して利益なんですけどもその代わりつまずいた時にヒントがどこにもないっていうことでねそれはそれで大,大変だったでしょうね。